続いては夢への挑戦を応援するドリームプラス。今日は技と美しさを追求する新体操でさらなる高みを目指す高校生です。柔軟性を生かし可憐な中にもダイナミックさのある演技で見る人を引きつけるのは聖カタリナ学園高校2年の島崎桃選手です。全身を使って曲に合わせて自分の個性が表現できることが新体操の魅力かなと思います。新体操を始めたのは小学1年生。今も指導するクラブの監督は隣のコートでバドミントンをしていた島崎選手の姿を見て思わず声をかけたといいます。足のラインがとても綺麗だったことと膝の曲線の美しさに将来性を感じたというか。天性ともいえる立ち姿の美しさに加えて毎日の努力で磨いた柔軟性はご覧の通り。この柔軟性を生かして人とは違う技に挑戦しようと中学生の頃から取り組んでいるのがオリンピック金メダリストの名前が付けられた最高難度のカバエバという技です。カバエバは用意がなくて下から持ち上げてから勢いをあんまりつけられずに回るので一気に片足に乗るので軸を取るのが難しいです。1年前はあんまり回れなくてこけてしまったりしたんですけどでも今は練習でも安定してきているので結構自信があります。右足も島崎選手の実績は華やかです。小学生から中学生にかけてのジュニア時代にはターゲットアスリートとしてナショナル強化指定選手に選ばれました。高校生になるとインターハイに出場し1年生ながらいきなり個人総合2位。シニア選手として初めて臨んだ去年秋の全日本選手権では6位に入賞しました。その実績から今年の国際大会に出場する選手選考会に挑み来月ポルトガルで行われる国際大会への出場をつかみ取りました。中学まで同じクラブで共に練習してきた同級生西本めぐみ選手が日本代表のフェアリージャパンで活動しているのも大きな刺激になっています。この前まではいつも一緒に練習しててその時とかはすごく仲が良くてめぐちゃんのいつも努力している姿を見てめぐちゃんと同じぐらい頑張れるようになりました。一見順風満帆にも見える競技生活ですがこれまでには思ったような結果が出せずに新体操を続けるか悩んだ時期もあったといいます。それでも家族の支えと自分の気持ちとまっすぐに向き合うことで乗り越え前を向きました。もっと厳しくなっていくと思うけどその厳しい練習に負けない心を持って日々練習に挑んでいきたいなと。次の大きな大会は5月の国際大会。その後インターハイと続く勝負の先に島崎選手はさらなる高みを見据えています。練習してきた成果が本番でしっかり発揮できるように落ち着いて自分らしさができるように決勝を目指して頑張りたいです。オリンピックに出られるようなトップの日本代表になることです。迷いを乗り越え強い思いを胸に抱く島崎選手。
一番のライバルは他の誰でもなく自分自身。世界の大舞台を目指して未来のフェアリーが強さと美しさを追い求めます。本当にしなやかな動きで引きつけられるものがありますね。そうですね、努力の賜物ですよね、はい、来月の国際大会も頑張ってほしいです。